皆さんこんにちは、バイクジャーナリストの小林由紀です。今日はスズキ V ストローム1000 ABS を紹介していきます。今日はですね、あいにくのこの雨模様だったんですけれども、まあ、高速道路からワインディング、そして林道まで、非常にですね堪能してきました。そしてこの V ストローム1000、いろいろですね、例えば ABS はもちろんなんですが、トラクションコントロール機能まで搭載されていて、もう存分にですねこの V ストロームの良さを、味わうことができました。今日はそのあたりを紹介していきます。今林道に入ってきたんですけれども、トラクションコントロール、より効く方にしてみました。でですね、本格的にここ林道で砂利なんですけどもね、このねやっぱ安定感がねもう素晴らしくいいし、まあトラクションコントロールも ABS もありますから、もう気分的にね、楽なんですよね、非常に。なのでなんか全然怖くないですね。本当に怖くない。こんな大きいバイク、 1000cc のバイクをこれね林道を走ってますよ。タイヤだってそんなにオフロード寄りではないはずなんですが、何の苦もなく今私 1000cc のバイクで林道走れちゃってます。走れちゃってますっていうのがね本当にふさわしい表現だと思うんですけども、車両によってはやはり一瞬その段差を行くときにハンドルがグラッとね持ってかれるようなものもありますけども、この V ストローム完全に安定してますね。このストロークのねこう長さといも、それから初期の沈み込みの柔らかさ、というのがですねこの林道走行を非常に楽ちんにしてます。かなりデコボコの道を今走ってるんですけれども、全然ねなかなかな感じですね。あ、なるほどね、このやっぱりね林道でこのやっぱり一足は効きますね。おー、しかもね ABS 気持ちいいぐらい滑らかに効く。今リアブレーキね深めに踏んだりなんかしてるんですけども、いいですね。急に効いたりしないし、今効かせてますよっていうのが足の裏に伝わってくるんですよね。この ABS が踏みっぱなしでもいいぐらいですね。なのでなるほどね、やっぱりで一足すごく、トルクもあるし下に振ってあるんですけれども、トラコンがね、あることによって、その非常にねこの良さがね際立ってくるんですよね。本当にありていな言い方で言うと、何の苦もないっていうね、このまま全然土の上砂利の上平気です。いやもう気に入っちゃったな、いいバイクですね。ちょっと超楽しい。なんかこう輪立ちとかですね、くぼみの水たまりにわざと入っていく感じが超楽しいっす。もう本当にこれどこでも走れちゃうんだな。滑って転ぶとかありえないんですね多分。いよいよこれから高速道路に入っていきます。
メーター周りをですね、センターにはアナログタコメーター、そしてその右側はデジタル、上側がスピードメーター、そして真ん中辺にギアのポジションインジケーターがあるんですけれども、このポジションインジケーターね、結構大きくて見やすくてね、ここはなかなかいいんではないかと思いますね。これで、V ストローム6速なのでですけど、非常にトルクフルなので、まあ一体何速で走ってるかっていうのが、まあ確かに分かりにくくなってしまう場面もきっとあるでしょう。そういった時にこのギアのインジケーター、まあ、例えば燃費走行したい時にはなるべく高いギアで走った方がいいことが多いわけなんですけれども、あ、なんだ、まだ4速じゃん、5速だ、6速、今ね、実は高速道路入りましたけど、4速ぐらいでもね、気持ちよく走れちゃうんですけど、まあ、それをインジケーター見ながら、あ、しまった、4速だった。で、今ですね、雨なんで90キロ、まあ100キロいかないぐらいで走ってるんですが、6速で3000回転ぐらいです。ですから結構ね、燃費はこれ期待できると思います。そうですね、今走ってて、気がつくのはですね、フロントの、まあ、スクリーンメーターの上についてるんですけれども、まあ、そもそもメーターが周りが大きいですし、でスクリーンがですね、だいたい私の場合ですと自分の顎のあたりにまで、来てるんですが、このスクリーンがね、かなり、複雑な形状をしてるんですね。おそらくいろんなその、風洞のテストを重ねたんでしょう。そういった感じでですね、このフェアリングはですね、非常にその雨粒をよけるのに役立っているとか、もう視覚的にも分かります。直接そのヘルメットに前からの雨粒が当たることはあまりありません。で風がですね、まあ、左右に避けていくので、今まあ、高速ゆったり走ってますが、だいたいですね、顎から首元に風が来ることはないですね。全部避けてますね。これね、長距離走行とか絶対楽ですね。すごい楽だと思います。どう考えてもヨーロッパ大陸横断とかね、そういった視野で作ってるでしょうから、まあ今日の日本でも高速道路も非常に伸びているわけなんですけれども、まあ、例えばですね、1日の移動距離400キロ、500キロ、高速道路を使って、目的地まで、一気に長距離稼ぐというようなツーリングでも、まあ、このライディングポジション、そして余裕のあるエンジン、これを使っていけば、疲れを知らずのアドベンチャーツーリングができるのではないかと、そういうふうに感じますね。今高速道路を降りてきました。で、まあ、一般道に入ったわけなんですけれども、まあ、今感じてるのはですね、今一般道4速で走ってるんですね。ということは、まあ、1速が非常に下に触れてるなというふうに、まあ、まず感じたわけなんですけれども、出発した時に。で高速道路でも、意外と100キロぐらいで4速ぐらいで走れてしまう。もちろん5速6速でもですと、低い回転で走ることができるというわけなので、この V ストロームの、ギア比のねレシオというのが、まあ、とってもワイドに振ってあるんだなというのが、印象的ですね。本当に印象的です。で逆にですね、2、3、4速あたりの使い勝手がまあ、非常にいいわけなんですよね。私が歴代、まあ、自分で所有したバイクっていうのは意外と
まあ、2速3速4速なんていうのは通過点みたいなね、もうどん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 ギア上げていかないとみたいなバイクが多かったわけなんですけども、このブーストローム今ね信号待ちに向かって、でも全然4速のまま向かってってもいいのかなというね。まあ今日一日このブーストローム1000 ABS に乗ったわけなんですけれども、まあ、実はスズキというのはこのアドベンチャー系のモデル早くから取り組んでいて、まあ、今でこそ、同業他社いろんなモデル国内外のメーカーさん出してますけれども、いろいろね蓄積という意味では歴史は長いわけなんですよね。で今日は初めてやっぱりこの 1000cc そしてアドベンチャーということで車格が大きい、私のような小柄なライダーが乗るには、まあ、ちょっと大きいかな、足つきどうかなって不安に思うところもあったんですけれども、ちょろっとね駐車場一回りしただけで、すごくこのキャラクターが伝わりやすいバイクだったんですね。エンジンフィーリングもそうですし、それから足回りもそうです。サスペンションの具合とか、まあ、いろんな意味で非常にライダーにこう、伝わるものっていうのが分かりやすかったんですよね。でまあ、そんな塩梅だったので、まあ、高速道路から市街地、ちょっとしたワインディング、そして最終的には林道を走ったわけなんですけれど もうどん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 楽しくなって、これちょっと私でも乗りこなせちゃうんじゃないって思いました。ですからぜひ皆さんですね、まあ、小柄なライダーの方もですね、この余裕を持って走れる V ストローム1000なので、一つですね乗れる機会があったらぜひ楽しんでいただきたいと思います。